はい、今日はですね、この PUMA の FUTURE-Z の、ニューモデルに関して、ちょっと前作と比べて少し違うなと思うところがあるので、そこを紹介したいと思います。FUTURE-Z はすごく履き心地が良くて、このアウトソールも人工芝、天然芝、どちらも対応していて、かつこう反発性も、適度にあるシューズなんですけど、このアッパーの前足部の柔らかさが新しいこのブルーカラーになってから少し厚みが増したような感じがします。まあ個人差があるとは思うんですけど、前作フューチャー Z に関してはこの部分が結構薄さがあって使っていくごとに馴染みがあったんですけど、今回のまあアップデートされたモデルになってアッパーが少し厚みが増しているので、その部分でフィット感が結構変わってくると思うので、もし、薄さがあるシューズが、まあ、アッパーの薄さがあって、素足感覚のシューズがいい選手には、前作の方がいいと思いますし、逆に少し靴に守られているというか、厚みがあって、ホールドされているような感覚がいい選手には、新しいこっちのタイプの方がいいかもしれないです。ただサイズ感に関しては、ちょっと気をつけてほしいのが、1の時は、ワンというか前作の時は26.5センチで少しこの部分に余裕がありました。で、今回は26センチなんですけど、その少しの隙間を埋めるためにワンサイズ下げて26センチにしたんですけど、アッパーの厚さが少し増してるので逆にきつい感じがします。全然履けるんですけど、履いていくうちにちょっと圧迫感を感じます。なので、その部分のサイズ感に関して、少し気をつけないといけないと思うので、前作で少し余裕があったなっていう人は、それを気にせず同じサイズを選んだ方がいいんじゃないかなと思います。はい、結構デザインもいいシューズなのでおすすめです。ただこの前足部の厚みが、新しくなってちょっと増してるので、この部分の厚さ、しっかりと確かめてから、もしかしたら前作の方がいい人もいますし、今作の方がいいという選手もいると思うので、その部分、しっかりと見てみてください。